か、エスマ文庫は、京都アニメーションが発行する文庫レーベル。エスマはイタリア語で発掘する、発見するなどの意味を持つ動詞。第1弾は2011年6月1日に発売された、12秒でも恋がしたい。と、夕焼け灯台の秘密。12秒でも恋がしたい。は、第1回京都アニメーション対象奨励賞受賞作。 夕焼け灯台の秘密は、京都アニメーションのウェブマガジン K アニボンの連載作品。ISBN はついているが、流通経路は、一般の書籍とは違い、京都アニメーション作品のグッズを扱う、直営の K アニショップの店舗及びオンラインストア、アニメートなどの京都アニメーショングッズ取扱店が、中心で、書店での販売は、文京堂など一部にとどまり、 アマゾンなどのネット書店では取り扱っていない。出版においては、京都アニメーションのスタッフと担当作家の打ち合わせによる編集作業が入る。また、入選した作品の多くは、京都アニメーションによりアニメ化されるが、アニメオリジナルキャラクターを複数追加する、等、内容を大幅に改変されることが多い。12秒でも恋がしたい。夕焼け灯台の秘密6月1日発売。 京都アニメーション2013年2月10日閲覧12秒でもコインがしたい夕焼け灯台の秘密の販売に関するお知らせ京都アニメーション2013年2月10日閲覧ありがとうございます